エンタープライズアーキテクチャエンタープライズアーキテクチャ EA は構成要素事業エンティティそれらの構成要素の外的に見える特性およびそれらの間の関係を含む事業構造の厳格な記述である EA は用語要素の構成及びその外的環境とのそれらの関係及び要求分析設計とエンタープライズの進化のための原則のガイドを記述をする この記述は、事業体の目標、事業プロセス、役割、組織的構造、組織的振る舞い、ソフトウェアアプリケーション、およびコンピュータシステムを含む、包括的である。用語、エンタープライズは、それが以下を含む多くの状況で一般に適用可能なことから使われる。用語、エンタープライズは、以下を含む複合、社会、技術的システムを含む、 記述されるべき事業体の境界あるいはスコープの定義は EA を創生する最初のステップで重要である。それは EA で使われる用語エンタープライズが組織によって採用される情報システムより一般的な意味を持つことに注意すべきである。エンタープライズアーキテクチャは事業体の構造とダイナミックスを理解し記述するため様々な事業手法 分析技術及び概念的ツールを使う。そうすることにおいて、それらは、まとめてと呼ばれる、リスト、図面、ドキュメント及びモデルを生成する。これらの生成物は、事業体内の、事業機能、事業能力、事業プロセス、人材組織、情報資源、事業システム、ソフトウェアアプリケーション、コンピューティング能力、情報交換。 およびコミュニケーションインフラの論理的組織を記述する。有用な方法で事業体を記述するため十分、完全な、これらの生成物の集合は、事業体、エンタープライズレベルの仕組み、アーキテクチャ記述あるいはエンタープライズアーキテクチャで、あると A 実践者によって考えられる。UK 国家コンピューティングセンターの EA、ベストプラクティスガイダンスは、以下のように表明する。 通常 EA は一つの事業体の構造と機能を記述する、凝集されたモデルの包括セットの形成をとる。そして続けて EA における個別のモデルは事業体についての詳細さのレベルを深める際、その目的と目標そのプロセスと組織そのシステムとデータ、その使われる技術及び関心の玉に関わる、その他の術を論理的方法で整合させる。 これは、一般的な統合府を含むいくつかの EA 枠組みで暗示される EA の定義である。エンタープライズアーキテクチャフレームワークは、特定事業体の仕組み技術の生成において、ツール、技術、生成物技術、プロセスモデル、参照モデル、およびガイダンスを結びつける。1992年にスティーブン・スプックは、教育コースで幅広く使われる。 事業体仕組みの生成のためのプロセスを解説した。いくつかのエンタープライズアーキテクチャフレームワークは、いくつかの実践の領域あるいはに、エンタープライズアーキテクチャの実践を分割する。スプックは、エンタープライズアーキテクチャにおける彼の本で、レベル2でビジネスモデリングと現状システムと技術の2つのドメインに、そしてレベル3でデータアーキテクチャ、アプリケーションアーキテクチャ、 および、インフォメーションアーキテクチャの3つのドメインに実践に分割し、次にインフォメーションシステムアーキテクチャを、インフォメーションアーキテクチャとアプリケーションアーキテクチャにサブ分割した。戦略的仕組みモデルは、事業体の目的と目標からそのプロジェクトとプログラムを通して、そのソフトウェアアプリケーションと技術へ、事業体の多くの局面をカバーする10のドメインまでに、 柔軟なありを可能にする。EA ドメイン EA のランドスコープは普通環境の属性に基づく主樹のドメインと業界 EA 枠組みに基づく論理グループ化に分けられる。複数のドメインへの実践の分割は複数の重要な観点から事業体を記述する事業体仕組みを可能にする。この実践はまた多くの個人の貢献を奨励し、 個々の特定ドメインの専門性や知識の全体と強い活用する実践を可能にする。このアプローチを採用することで EA は生成される全体的記述を確かにすることができる。一般的で最も共通な4つのドメインとそれらの要素部分は以下のようである。ある事業体の仕組みの記述はその事業自体の有効性と効率性を改善することが第一の目的である。 これには、組織の構造、事業プロセスの集中または、連合、事業情報の品質と時間軸、あるいは、情報技術への投資が、妥当性確認における確信を含む、東後不仕組み枠組みで記述されているように、ある事業の機能性の改善のためこの情報を利用する一つの方法は、仕組み的ビジョン、ターゲットまたは、将来の状態目標を表現する事業の記述を、 開発することを含む。一旦このビジョンがよく理解されたなら、現在の状況からターゲットへの変化のプロセスを描く、中間ステップのセットが作られる。これらの中間ステップは、統合府によって移行仕組みと呼ばれる。同様の方法は、他のエンタープライズアーキテクチャフレームワークでも解説されている。EA を文書化することは、米国連邦政府でもプロセスの文脈で、 実施されている。連邦エンタープライズアーキテクチャ参照モデルは、連邦機関が彼らの仕組みの開発をガイドする一つの枠組みとして引下げされる。インテル、フォルクスワーゲンのような独立ブルークロス会社と、インターコンチネンタルホテルズグループは、と生産性の改善と同じように、彼らの EA を改善するため適用された事業体仕組みも持っている。EA は、 ドバイカストムズとギールエネルギーのような彼らの IT 管理戦略の一部として公式な EA を実装した組織における情報技術統治の主要要素である。これはエンタープライズアーキテクチャが IT と密接に結びついていることを暗示するかもしれない一方で、これはより技術的主題と同様に性能管理及びを扱うの幅広い文脈で見るべきである。組織に依存し、 EA チームはまた、およびメタデータ管理のいくつかの局面に責任があるかもしれない。最近、ゲルトナーやフォレスターのような主役は、と、ユーザーエクスペリエンスデザインのようなこれからの全体的な実践との事業体仕組みの重要な関係を強調した。合衆国オムの2006フェイア実践ガイダンスから、次のイメージは EA とセグメント。 BPR あるいは間の関係に光を当てている。民間組織のため、彼らの EA 記述から豊かな詳細を公開することは一般的ではない。そうすることは、会社の市場的ポジションを妨げうる組織の弱みと、欠陥に関する情報を競合に提供する。しかしながら、世界中の政府機関の多くは、彼らが開発した仕組み的記述を発行し始めた。その良い例は、 米国内務省と米国国防省の事業転換エージェンシーを含む。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。